レバノン杉は、マツカヒマラヤ杉族の信用樹である。同じヒマラヤ杉族のヒマラヤ杉と同様、名前に杉が付いているがマツカである。なお杉は、同目ではあるものの杉か杉族であり、禁煙ではない。レバノンの国旗レバノン、シリアなどの高地が原産。高さは40メートルほど。古代においては、中近東一帯に広く自生していたが、 伐採利用が大規模に進んだ結果、レバノン杉の森は消滅し、現在においてはレバノン等のごく一部の地域に小規模に残存するのみとなり、保護扱いされている。良質の木材であり、古代エジプトやメソポタミアの頃から、建材や洗剤に利用されていた。レバノンに住んでいたフェニキア人はこの木を売って、ガレー線建造や木材、樹脂輸出を行い、 全地中海へと進出した。現在わずかに、レバノン杉が残存する、カディーシャ渓谷と神の杉の森は、世界遺産に登録されている。レバノンの国旗及び、国商のデザインにも用いられている。ロアリスク、リースとコンサーン IUCN レッドリストでは、1998年版で、軽度懸念に評価されたが、更新が必要とされている。レバノン杉の絶滅の危機を受け、 2000年代から植樹活動が行われている。ありがとうございます。